皆さんおはようございます。ウェルネス英語のアリサです。今日は Day 21、 3週間が過ぎました。皆さんバーチャルハイファイブです。この30 Days ヨガチャレンジはですね、もし今からジャンプインして最後の9日間一緒に終わっていただいてもいいですし、 Day 1 から、ね、スタートしたいなと思う方はいつでも、下の URL クリックしていただくと毎日私のメールが、ヨガ動画とともに届きます。でもこの YouTube で Day 1 からやってもらっても全然 OK です。とにかく3週間の自分の達成をいっぱいいっぱい褒めて、残りの9日間もですね、楽しんで旅を進めていきましょう。今日は肩周り、肋骨周りほぐして、この辺オープンにして自信いっぱいにしていきます。じゃあ今日はうつ伏せになって始めていきます。じゃあうつ伏せになって、両方の足骨盤幅にして、両方の手を重ねてその上におでこを置いていきます。今日はこの肋骨をマットに押し付けて、じゃあ一回鼻から大きく息を吸って、肋骨をマットに押し付けて、肋骨の横、そして背中側もぐーっと膨らませていく。吐いて、じゃああと2回自分のペースで肋骨がマットを押す感覚に意識しながら呼吸していきます。ラストは今日一番の大きい呼吸。お尻を左右に振って、じゃあ右の膝を曲げて、左の手をマットにつけて、右の手で右の足の甲を掴んでいきます。おでこは左の手に置いて、恥骨をマットにグッとつけて、膝を自分から遠くにしていくようにしながら、かかとをお尻に近づけていく。右の太ももの前、少しだけ刺激を感じていく。この時、恥骨マットにグッと押し付ける。そして、股関節、柔らかい人は、膝を自分から遠くにするように押して、少しだけ膝をマットから上げる。恥骨浮かないように。じゃあ鼻から大きく息を吸って、吐いて、右の足戻したら反対。左の膝曲げて、左の足掴んで。おでこは右の前腕の上に休めて、恥骨をマットに押し付けながら、左の膝を自分から少しだけ遠くに下の方に押していきながら、まだいける人は軽く膝をマットから上げていく。鼻から大きく息を吸って、吐いて、恥骨マットについてますか？じゃあ左の足戻して、じゃあ次は右の手を少し前にして、左の手を右の脇の下にくぐらせていきます。左の手のひらは下でも上でもどっちでもいいです。ここで十分かもしれない。左の肩、付け根、腕と肩の付け根に刺激を感じる。さらにできる人は右の手をぐーっと左の方向に歩かせていく。バッテンを作っていく。鼻から大きく息を吸って、肩甲骨をぐーっと膨らませて、吐く息で胸をマットに沈めていく。じゃあもう一呼吸。
両方の手真ん中に戻したら今度は反対、左の指先前にして右の手を脇の下くぐらせていきます。ここで十分、胸をマットに沈めていく。右胸の前、そして肩の後ろ、刺激を感じる。さらにできる人は左の手を右方向に歩かせる。指先を自分から遠くにして、一回一回の吐く息で胸を前腕に沈めていく。じゃあもう一呼吸。手を戻したら両方の膝を曲げて、両方の手大きく後ろに回して足の甲を掴んでいきます。肩は後ろから下、吸い気で胸を少しだけ上げていく。さらにできる人は両方の膝もマットから上げていく。この時恥骨マットにグッと押し付けて、肩後ろから下、3、2、1、全部リリースしてゆっくりと体をマットに下ろしていく。両方の手を胸の横、お尻をかかとチャイルドポーズ。次の吸気で四つん這いになったら、両方の手大きく開いてダウンワードドッグ。左の足を左手の内側に着地させて、右の膝マット、吸気で体を起こす。両方の手をマットに戻したら、右の足を左側にして、左の足を伸ばして、左の足と右の膝が同じラインになるようにしていきます。右の膝は骨盤の下、吸う息で指先空、吐く息で左に倒れていきます。この時どれだけ深くいくかよりも右の体側を長くすることを意識していく。じゃあ次の吸気で体戻したら、このまま右の手をマットについて左の足を上げていく。できる人は左の膝曲げて左の手で掴んで、恥骨をへそにグッと持ち上げながら胸を空に向けていく。左の足戻して吸気で両方の手空、吐く息で手胸の前通って、で四つん這いになります。左の足伸ばしたまま、吸う息で胸前、吐く息で背骨丸めて、もう一回吸う息で胸前、吐く息で背骨丸めて。じゃあ両方の手を今度は右側マットの後ろに歩かせてダウンワードドッグ。じゃあ今度は右の足を右手の内側、吸う息で両方の手を空、吐く息で両方の手戻したら、後ろの足を右側に持っていく。右の足伸ばして吸う息で両方の手空、吐く息で今度は右に倒れていきます。左の体側を長くすることを優先して、目線空、吸気で体戻したら、このまま手で大きい円を描きながら右の足を上げていく。右の足床についてでも大丈夫です。できる人は右の膝曲げて、恥骨をへそのにグッと持ち上げて胸を空の方に持っていく。右の足伸ばして体を起こして、吸気で両方の手空、吐く息で手胸の前通りながら四つん這い、2回キャット&カウ、吸息でカウ、吐く息で背骨丸めて、最後じゃあ両方の膝を揃えてあぐらをかいて座っていく。目を閉じて吐く息で骨盤をマットに沈めて、両方の手を胸の前に合わせて、3週間このチャレンジをやっている自分、そして今こうしてここにいる自分、
こうしてこのチャレンジを日本中、世界中、いろんな場所からやっている人たち。鼻から大きく息を吸って、吐く息で感謝の気持ちを込めながらお辞儀をしていきます。頭を心に近づけていく。今日も素晴らしい一日になりますように。ナマステ。今日もありがとうございました。残り9日も頑張っていきましょう。バイバイ。ヨガをしてくれてありがとうございます。まだサインアップされてない方はぜひ詳細のリンクからサインアップしてください。サインアップをするとすぐにデイ1からヨガ動画が届きます。そして私のラブレターも届きます。ぜひサインアップしてね。